皆さんこんにちは。人気7人組グループウエストンの桐山明人さんと元バレーボール女子日本代表の加納舞子さんが結婚の意思を固めていることが判明しました。ウエストは今年4月にデビュー10周年を控えており、節目の活動が一段落するタイミングで年内に結婚すると見られています。複数の関係者によると、2人は昨年夏までに2024年内に結婚する意思を周囲に伝えているそうです。今回は桐山明人さんと加納舞子さんの結婚について見ていきたいと思います。桐山明人さんと加納舞子さんの所属事務所は双方交際の否定はなく容認と言われています。桐山明人さんは皆様ご存知の通りウエストのメンバーですね。加納舞子さんはアスリートや文化人マネジメントを担っている事務所スポーツビズに所属しています。スマイルアップはアイドル事務所ということからも、昔から熱愛には厳しいことは有名ですよね。そんなスマイルアップが否定をしないということで、世間も2人の交際は事実と認識している状態です。実はスマイルアップは所属タレントの交際相手に関して学歴や職業など厳しい査定があるそうです。同じく芸能界の場合はさらに厳しくチェックされるそうです。相手が同業者であれば自社のタレントと同等以上の格を重視し、学歴や年齢、親の職業などにも目を光らせてチェックしています。加納舞子さんは何を隠そうオリンピックのメダリスト、合格に値すると認定を受けたそうです。加納さんは2012年のロンドンオリンピックの銅メダリストです。晴れてスマイルアップから合格をもらったのでしょう。またスマイルアップはここ数年で結婚のハードルが下がったと言われています。過去にはグループから一人の結婚は OK といった迷信も噂されていましたが、これはジャニーさん健在時の話。今や続々と結婚が報告されています。嵐も残すは松潤と大野くんのみとなりました。2023年にはキスマイの横尾渉さんも結婚されました。スマイルアップが結婚も OK 交際の容認とする線引きとして言われているのが後追い報道の容認だそうです。結婚や交際に何かしらの要因で待ったがかかっている場合は後追い報道が出ないそうです。桐山明人さんと加納舞子さんに関しては関連記事が続々と書かれている状況。事務所が交際は事実であり結婚間近ということを拡散させようという意図が見て取れます。結婚には至らずでしたが、スマイルアップが容認し後追い報道を認めたケースとして、嵐の櫻井翔さんと小川彩香アナウンサー、櫻井翔さんと並べても学歴も職業も見劣りせず合格をもらっていたのでしょう。そして森田剛さんと宮沢りえさんも同様に容認から後追い報道があったパターンです。まさかのどんどん報じてくれといったほどの姿勢だったようです。このパターンと似ていることからも結婚は視野に入っていること間違いなさそうですね。ちなみに同時期に報道されたニュースの小山慶一郎さんは過去の不祥事や周年イヤーということもあってか後追い報道なしのパターンのようです。また加納舞子さんは突然ですが占ってもいいですかというテレビ番組で占い師の星ひとみさんから結婚について占ってもらいました。加納舞子さんは玉の輿の持ち主、さらには本当は来年結婚ですと言い切られていました。また加納さんの性格なども占ってました。星ひとみさんがサバサバ、毒舌、ストレート、男気、あと男性に何でもしてくれると言うと、加納舞子さんは彼氏ができると本当に尽くしますねと答えてました。星ひとみさんは続けて、でね舞子さんよ、将来的に玉の輿運を持っているから本当はね来年結婚です。可愛くて柔らかい感じの波動を持った人を最終的には選べる。2019年12月、ここからスタートした人と来年の決断結婚につながると占いをされていました。ではそんな2人の結婚時期はいつになるのでしょう。桐山さんの所属するウエストンはグループ活動に加え個々での活動も多いグループです。2023年も桐山明人さんはライブにドラマにと順調に仕事をされました。合間合間にバラエティなどもこなしていかれていました。
先述の通り、ウエストは今年は10周年イヤー、2024年とっても大切な10周年イヤーなのです。結成日は2014年2月5日、デビュー日は2014年4月2日、スマイル、アップは10年、15年、20年と、節目をファンと一緒に大きくお祝いをすることが恒例です。ウエストは記念すべき10周年、ツアーも大きく実施するでしょうし、露出も増えていくことでしょう。そんな最中、桐山明人さんと加納舞子さんの結婚となれば、ファンは悲鳴どころではありません。2024年の周年コンサートを終えてから結婚と考えるのが妥当。そうなると周年コンサートを終えてから、または2025年で確定ですね。桐山明人さんと加納舞子さんの結婚が周年コンサートを終えてから、または2025年と言われるもう一つの理由が、加納舞子さんの年齢があります。加納舞子さんは2023年7月で35歳になられました。もし子供を希望していた場合、そう時間はありません。40歳になると高齢出産ということで、分娩できる病院も大学病院など限られてくるようです。それほどリスクが大きくなるということのようです。2025年で37歳ですから、妊娠して出産を30代のうちにと考えているなら、周年を終えたら待ったなしとなりますね。交際は2023年熱愛発覚時点で3年と、水面下で愛を育んでこられたお二人。出会いは2019年バレーボールのワールドカップ。そして桐山明人さんと加納舞子さんの交際は2020年の頭から春頃からのようです。コロナ禍もあったとは思いますが、デートはもっぱら自宅だった様子。そして海外でのデートもしていたそうです。外でのデートは目立つので、もっぱら自宅デートか海を越えていたようですよ。二人の電撃結婚発表が楽しみですね。また実は加納舞子さんには妊娠中との噂もありました。妊娠中と言われた理由については、おそらく平野ノラさんのインスタグラムの投稿だと考えられます。妊娠中の平野ノラさんとの画像が投稿されており、ここから勘違いや噂が広まってしまったのではないでしょうか。とても美人でファンの多い加納舞子さんなので、おそらく噂が一人歩きしてしまったんですね。加納舞子さんはとても身長が高く、お顔も美人で、スポーツ万能と才色兼備なので、いつか妊娠して生まれてくるお子様もきっと才色兼備な子が生まれてきそうですね。今回はウエストの桐山明人さんと元女子バレーボール選手の加納舞子さんの結婚や妊娠疑惑について紹介しました。今年の2024年ウエストの10周年イヤーですが、コンサート終了後に発表があるかもしれませんね。お二人の幸せを祈りましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。